クセニア・アンドレー・ブナストルボアは、ロシア出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、アンドレイ・ノボセロフ、ヒョードル・クリモフなど。2014年ソチオリンピック銀メダリスト、団体戦金メダリスト。2014年世界選手権2位。2015年グランプリファイナル優勝。2010世界ジュニア選手権2009年から、ヒョードル・クリモフとペアを組み、 初めて出場した国際競技会となる ISU ジュニアグランプリレイクプラシットで2位となり、ジュニアグランプリファイナルに進出。世界ジュニア選手権では3位の成績を収めた。2010から2011シーズンは、ジュニアとシニアの掛け持ちのシーズンを送った。ジュニアグランプリ2戦では優勝し、ジュニアグランプリファイナルでは、前年よりも順位を一つ、順位を上げ2位となった。 世界ジュニア選手権では、前年の世界ジュニア選手権、そして、ジュニアグランプリファイナルで敗れた、高橋成美、マービンとラン組を上回り銀メダルを獲得した。2011から2012シーズンより、シニアクラスへ完全移行。エリック・ボン・パールハイの FS では、ジャンプの要素をすべてで、ミスがあり、スピンやリフトでも失敗があるなど不安が残る内容となった。 二度目の出場のロシア選手権では2位となった。試合終了時点では国際大会の代表には選ばれていなかったが、川口優子、アレクサンドルスミルノフ組の手術による欠場のため補欠として欧州選手権への出場が決まった。試合では会心の出来の演技を披露し、銅メダルを獲得。ロシアの表彰台独占に貢献した。2012から2013シーズン。 中国杯では3位。グランプリシリーズで初めてのメダルを獲得。ロシア選手権では2年連続の表彰台。当初は欧州選手権の代表に選ばれていなかったが、ベーラ・バザロはユーリラリオノフ組の欠場のため、補欠として出場し6位。シーズン終了後にコーチをニーナ・モーゼルに変更した。2013から2014シーズン、スケートアメリカで3位。 ロステレコムハイは SP6 位と出遅れるが FS で初の130点台をマークし総合4位に順位を上げる。ロシア選手権では初優勝を果たした。欧州選手権では SPFS どもに自己ベストを更新し初めて200点を突破、銀メダルを獲得した。ソチオリンピックの団体戦では FS に出場資金メダルを獲得。個人戦では SPFS に自己ベストを更新し銀メダルを獲得した。初出場の世界選手権でも銀メダルを獲得した。2014から2015シーズンロステレコム杯でグランプリシリーズ初優勝。エリック・ボンパール杯では開催地のフランスに合わせ FS をフランス語ボーカルに変更し披露。連勝でグランプリファイナル初出場を決めた。 ファイナルでも開催地に合わせ、スペイン語、ボーカルバージョンで FS を披露し、銀メダルを獲得した。欧州選手権では SP で首位に立ったものの、FS の最後のエレメンツである、スロー3回転、サルコーの助走で、クリモフが転倒するなどのミスで2位に順位を落とした。代表が決定していた、世界選手権は次のシーズンへの準備のために、欠場する。 2015から2016シーズン、スケートアメリカでは SP で、スロー3回転ルッツを転倒するなど制裁をかきこい。FS では、ペア史上初めて3回転、トーループプラス3回転、トーループプラス2回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させたが、最終順位は4位でメダルを逃した。ロステレコム杯では優勝。グランプリファイナルでは、SP1 位。 FS では一人のジャッジからもマイナス評価を受けない完璧な演技で大幅に自己ベストを更新し優勝した。ロシア選手権はクリモフの背中の痛みを理由に欠場した。欧州選手権の代表に選出されたがクリモフの練習中の肩の怪我で欠場を発表した。世界選手権では4人に終わった。2016から2017シーズン。 6月中旬にスケート靴を変えたことから、左足首に神経の問題が生じ、深刻な炎症に発展した。それを理由にグランプリシリーズを欠場。ロシア選手権で試合に、欧州選手権では4年ぶりに表彰台を逃す4位。世界選手権の SP では、3回転ツイストリフト3回転スローフリップで転倒し、3回転トゥループで、 ステップアウトするなどして13位スタート。FS では3位だ。2017から2018シーズン、グランプリシリーズでは2大会で銀メダルを獲得。グランプリファイナルでは4位。ロシア選手権と欧州選手権では、同門の f フゲーニア、タラソワ、ウラジミール・モロゾフ組に後人を廃止2位だった。一旦は、ピョンチャンオリンピック代表は確実な状況だったが、 IOC から出場を認められず、オリンピックへ出場への道は閉ざされた。出場予定だった世界選手権は右足の人体帯を断裂したために出場を辞退した。シーズン終了後もクリモフとのペア続行を予定していたが、8月31日にペア解散が発表された。翌月にはアンドレ・ノボセロフとのペア結成を発表。 ノボセロフの所属国変更を理由にこのシーズンの競技会への出場はなかった。2019から2020シーズン、ロステレコム杯では5位。ロシア選手権はノボセロフの足の怪我により欠場した。2020年2月12日、現役引退を発表した。ありがとうございます。